こんとこずーっと曇りっぱなしだったけど、やっと晴れたって感じね。見てよ、この澄み渡った空。嫌なこともあったけど、全部忘れさせてくれそうで気持ちいいじゃない。まさに一年の始まりにぴったりよね。そんなに騒ぐようなことなのか。うん、晴れてるって言っても普通に晴れてるだけだろ。なんかすっげー寒いし。って、なんであんたまでここにいんのよ。なんでって、わざわざ誘いに来たのって黒田の方じゃないか。だいたい正月だからって、わざわざみんなで初詣なんか行くことないのに。勝手についてきて文句ばっか言ってるんじゃないわよ。せっかく女の子だけで集まって友情を深め合おうってのに。あんたなんてね、これっぽっちもお呼びじゃないんだからね。まあまあ、せっかくの初詣じゃない。こういうのはさ、やっぱりみんなで行った方が楽しいって。そうよね。一番伊藤と二人で過ごしたかったのは世界の方だろうし。とく、世界も世界よ。こんなのと付き合うようになって。女の友情よりも男ができたらそっちに走っちゃうのね。それは。まあ、そう言ってやるなよ。世界たちだって、去年はいろいろあって、やっと報われたんだからさ。四組のカツラだろ。お前らにちょっかいかけてたのって。安心しろって。カツラがまたちょっかいかけてきたら、うちらが追い払ってやるから。な。どうしようかな。世界と伊藤が別れたら世界の友情の大切さがわかるだろうし。なんだよ、薄情なやつだな。困ってる友達見捨てて何が友情だよ。あ、ひょっとして世界に構ってもらえなくて、焼き餅焼いてるのか？何言ってんのよ。まあ、しょうがないわね。そん時は私も力を貸してあげるわよ。二人ともありがとう。でも、もうそんな心配はないから。誠だってもう私のことを話さないって言ってくれてるしね、誠。そうだな。もう世界を悲しませることは二度としないよ。何そのラブラブ加減。私にも早くそんな人現れないかな。何言ってんだよ。光には沢永がいるじゃない。そろそろ告白くらいしてみたらどう。え、黒だって大輔のこと。ちょっと七海、何言ってんのよ。伊藤の前でそんなこと言うの。沢永にバレちゃうじゃない。悪いけどさ、いい加減はっきり自分の気持ち伝えた方がいいと思うよ。沢中のこと好きなんだろ。そうよ。そういう七海こそどうなのよ。例の先輩とはどうなってんの。私のことはどうでもいいじゃない。先輩は今日は用事あるって言ってたし。用事って。妹さんと初詣。うわ、それってどうなのよ。普通初詣って言えば彼女と回るもんでしょ。うるさいな、ほっといてよ。先輩は今日は家族を優先したいんだってさ。当然だろ、簡単なんだからさ。とかなんとか言って、結局先輩を妹さんに取られただけじゃない。世界。一年の初めから凄惨な事件ですね。被害者は榊野学院に通う学生だったとのことです。ん？繰り返しお伝えします。今朝早く、原美浜駅近くの路上で女性のものと思われる遺体が発見されました。女性の身元は所持していた学生証から榊野学園の生徒と判明いたしました。なお遺体の損傷がひどく、警察では身元の確認を行うために。ちょっとこの写ってる子って隣のクラスの子でしょ。ああ、世界たちにちょっかいかけてたやつだよ。何、あの子死んじゃったの。おい世界、どうしたの。早くしないと置いてくわよ。いや、でも、これ…世界？ねえ、誠、神社に着いたら、早速おみくじ引こうよ。去年は今日だったから、今年こそはリベンジしたいのよね。なあ、甘露寺たち呼んで。今年はいい年になりますように。